宮大工チャンネル始まるよ。皆さんこんにちは。一般社団法人宮大工養成塾塾頭の金田です。今回はですね、塾頭の、宮大工 Q&A 答えますというシリーズを、やっていきたいと思います。これはですね、当塾はですね、ラインアットをやってるんですけどもね、その中で神社仏閣に関する質問や宮大工に関する質問を、受付してるんですけども、まあ中身はですね、宮大工に関する質問の方が多いです。はい、誰が質問してくるのかというと、宮大工になりたい人、学生がですね、質問してくるのと、あとその親御さんがですね、質問されます。はい、まあ、それに対する答えをですね、まあ、よくある質問のものを選んで、皆さんにお届けできたらなと思います。はい、なので、今回はですね、第1回目ということで、徒弟制度ってぶっちゃけどうなんですかってことをですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。はい。ですね、まず徒弟制度なんですけども、まあ、内弟子制度とか、徒弟制度とか、まあ、言い方はいろいろあるんですけども、要は、弟子入りするっていう制度のことですね。はい。でこれはですね、まあ、そういう宮大工の棟梁とか、まあ、大工棟梁のもとに行って、弟子にしてくださいって言って、じゃあいいよってなると、OK っていう、こういう、制度になります。はい。で、じゃあ実際どうするのってことになるんですけども、その親方のもとにですね、住み込みで修行をすると。で修行の期間は大体10年ぐらいですよと。で給料は初め仕事ができないので、3万円ぐらいからスタートして、まあ、でっち奉公っていうのがあるんですけども、要は親方のために働きますよっていう、仕事をその代わりは仕事をしててくださいねっていうのが3年続きまして、で、まあ3年間はずっと3万円ぐらいお小遣いですね。その代わりですね、住むとことかですね、食事とか、まあ散髪の費用とかですね、まあ道具とかですね、まあそういうのは、まあ親方が面倒を見てくれるという、まあそういった昔ながらの、本当に伝統的な、制度ですかね。まあ、それが徒弟制度とか、内弟子制度とか、まあ、いうわけなんですけども。はい。で、この、まあ、お礼奉公が終わった後は、また、お礼奉公じゃない、内弟子の丁稚奉公が終わった後は、またお礼奉公があるんですけども、またこの辺の話についてはですね、年収についての質問がまたありましたんで、そちらの方で、また答えていこうと思います。はい。で、内弟子制度実際じゃあどんな感じなんですかということなんですけども、これはですね、かなりストレスが溜まります。はい。まあ、当然ですね、今までこう、自分の家に出たわけなんですけども、まあそれがですね、いきなり全く知らない人の家とか寮とかにですね、こう、住み込むわけなんですね。はい。で、それによって、まあそこには親方以外にもですね、兄弟子がいてたりとかするわけです。兄弟子っていうのは自分のより先輩の弟子たちのこと、兄弟子っていうんですけども、で、彼らのですね、身の回りの世話をしなくちゃならんわけなんですね。はい。まあ、けどですね、これにはすごく、人として成長する要素とかですね、すごくありまして、僕はですね、内弟子制度自体は、否定的な方ではありません。むしろ肯定的な方で、この塾自体も内弟子制度の、そういうプログラムを取り入れてるっていうのは、おかげなんですよね。はい。まあ、ただしですね、この内弟子制度っていうのは、本当にストレスのかかる、修行方法でしてですね、やっぱ厳しいですよね。よく 3K って言いますよね。建築業界 3K っていう、この代表たるものが、やっぱりこの内弟子制度だということなんですね。はい。じゃあ実際に内弟子制度って入ったらどういう風になるんですかっていうことなんですけども、まあ一日の流れからいくとですね、まあ朝の4時半に起床してですね、これ実際に私が修行してた、ところはですね、4時半に、起床してですね、自分の部屋の掃除、廊下の掃除、トイレの掃除、お風呂の掃除、で今の掃除、キッチンの掃除、階段の掃除ですね、これをまあやるわけなんですね。はい。それが終わったらですね、まあ、大体お弁当を、お昼はお弁当が多かったので、お弁当を作るわけなんですけども、まあ人数分お弁当を作ってですね、次は朝ごはんを作ると。で朝ごはんは6時朝ごはんなので、それに真似ようように作るっていうのが、まあ大体の朝の流れです。はい。ご飯を食べ終わったら朝ごはんの片付けをして、でそれから、工場の方に行くわけですね。
で、工場の方に着いたらですね、また工場の掃除をして、で、まあ、皆さん朝コーヒーとか飲まれるんで、そういったコーヒーの準備とかですね、して、で、それらが終わった後に、まあ、修行時間までが、修行時間が8時とか7時半とか、もうバラバラなんですけども、まあ、それまで刃物研ぎを、自分のですね、刃物研ぎをしたりとかするわけなんですよね。はい。で、じゃあ、作業が始まりましたってなるとですね、で、実際、また何もできませんから、何をするのかっていうとですね、材料を整理したりとかですね、まあ、上の兄弟子と一緒になりながら、材料整理をしたりとか、その手元をしたりするのもあるんですけども、それでも何もなければ、工場の周りの草むしりをしたりとかですね、釘の整理をしたりとかですね、まあ、そういった雑用を基本的にします。はい、で休憩は、10時、12時、3時とあるんですけども、まあ、その時の準備も、その一番若い子ですね、デッチがするという形ですかね。はい、で、6時ご飯なので、だいたい5時半ぐらいに、作業を先に終えさせていただいて、で、それから、寮に戻り、で、ご飯を作るという形ですね、夜ご飯を。夜ご飯が夜の6時とか、まあ、6時半とかいろいろあるんですけども、その決められた時間に作るという形です。で、夜ご飯が終わったら、次はその夜ご飯を片付けてですね、でそれから次の日の準備をするわけです。食事をね、はい。なんで、朝昼晩を何にするのかっていう献立を考えて、スーパーまで買い出しに行って、帰ってきて、で、買って冷蔵庫に入れるだけじゃなくて、次の日すぐに料理できるように、そういう材料をですね、野菜を切ったりとかですね、そういったことを、するわけなんです。まあ、仕込み作業っていうやつですね。うん、仕込み作業が終わったら、自由な時間になるんですけども、その自由な時間を使って工場に行ってですね、夜工場行くんですよね。夜工場に行って、刃物研ぎをして、で刃物が切れる刃物を、用意できるように、こう日々、こう鍛錬するというふうな形ですかね。うん、でまあ、この刃物研ぎは大体みんな兄弟子もずっとやってました。本当に、7、8年とかいうやってる人たちもやってましたね。まあ、その日使ったやつは大体研ぎありましたのでね。はい、まあ、大体そんな感じでしたかね。でそれをですね、夜の12時とか1時とか2時とかまでずっとやるんですよ。やっぱその時間しか自分が成長、技術的に刃物研ぎとかできる時間がないので、まあ、そういった、時間を、使って覚えていくと。そしてまた、寮に帰ってお風呂に入って寝ると。でまた4時半に起床してというのがずっとこれが続くわけですね。はい、で休みはその会社にもよりますけども、大体まあ日曜日は休みですかね。でまあ、現場に行くと2週間に1回が休みとか、まあ、そういったことが多かったですかね。うん、というふうな形です。でそれを3年間やるとデッチ。年明けっていうですね、デッチ奉公が終わり年明けになり、そこから2年間はまあ職人として、第一歩が、職人としての第一歩が踏み出せると。ただしですね、給料は月給制になるのが大体日当月給が多いのかな。1日働いてっていうのを、合算して、月末にもらうという形で、その給料の半分を、親方に、お礼奉公として返すと。これが1年やるか2年やるかは会社によって違いますよという、まあ、こういったのが、まあ、内弟子制度の大体の流れです。はい、で、内弟子制度はすごく、もう本当に社会のね、縮図みたいなもんなんですよ。本当に、いろんな人がいててね、その中で共同生活してやるんですけども、一番何が疲れるかっていうとね、やっぱりこう人間関係ですね。はい。はい、もうこの人間関係で辞めていく人がほとんどです。間違いなく。だって好きなことしてたら、疲れないじゃないですか。ね、疲れてもなんか、ああ、いいなっていうことになるじゃないですか。けれども、辞める人が多いっていうのはなぜかというと、やっぱり人間関係で辞めていく人がほとんどです。はい。で、これはね、本当に、もったいないなということを思いまして、だから、この宮台共生塾というのを作ったんですけども、はい。なので、じゃあ、どんな人間関係のトラブルあるのっていうことなんですけども、やっぱりね、人間って弱くてですね、何かと嘘をついちゃうんですよね。で特にその学生生活からですね、いきなり社会人になった子はですね、嘘ついてもバレないっていうふうにやっぱ思ってる子が多くてですね、ちょっとした些細な嘘をね、ついちゃうんですよね。
やっぱりね、こういった集団生活してると、こいつが今嘘ついたとか、そういうのが分かるんですよ。なんとなくね。で、それを続いていたら、やっぱ嘘っていうのが分かってですね、それをこう問いただすわけなんですよね、アリ弟子が。ね。なんかね、そういう、まあ、禅問答みたいなのをね、毎日されるわけですよ。ね。この料理がなんで用意できてないんだ、これなぜだとかね。うん。それはまあね、用意できてないかできてないだけの話なんですけども、それをですね、ちょっと言い訳しようものなら、もうすごい禅問答ですよ。はい。で、これによってですね、もう精神的にやられちゃうんですよね。自分のね、居場所がなくなっていく。一番は。本当に誰も信用できなくなるとかですね。けれどもね、それ原因はやっぱり自分で作ってるケースが多いんです。その、しょうもない嘘をついてしまったとかですね、素直になれなくて反発してしまったとかですね。やっぱりこのグループの中で仕事をやっていきますんで、なるだけそういうふうにならないように、素直になれるようにね、本当に失敗したとか、自分が間違ったことをしてるときに、素直に謝れる、嘘をつかない、うん、っていうことをやっぱり実践していかないと、こういった社会ではですね、生きていけないですね、やっぱり。はい、で、僕はそれを重々、理解し、体験によって理解してるんです。僕もそういった意味で苦労した人間の一人なので、じゃあ、どうやったらこの人間関係がうまくいくのかね、どうやったら上の人たちが評価してくれるのかっていうのをですね、門下生の心得集という形ですね、まとめさせていただきまして、まあ、それを実践することによって、そういったグループの中でも、孤立せずにやっていけるっていう方法をですね、文科生に提供してるわけなんですけども、ね、本当に書いてあることはまた、ね、別の機会にしますけども、当たり前のこと書いてるんですけども、この当たり前のことができないからやっぱり苦労するんですよね。はい、ということが、まあ、うちで生徒でですね、一番、難しいところなんですね。はい、で、僕は本当に修行してた時から、多くのそういう、まあ、弟弟子ですよね。が辞めていく姿とかですね、見ました。本当にね、自分自身もね、本当修行しててね、人間関係辛いってことはね、いっぱいあったんですよ、本当に。で、実際にこうやって業界独立してね、業界でこうやってきて、若手宮大工が少ないっていうね、こういう現状を置かれましてね、なんで少ないのかっていうと、やっぱりこのうち制度が今の仕組みにね、社会に合ってないからだなと思うんです。はい。昔であればね、やっぱりその怒られるっていうのがなんか当たり前だった時代が結構あるんですけど、僕もまあそういう時代だったんかなと思うんですけど、今はもう学校の先生もね、怒らないし、地域の人も怒らないし、ね、ご両親も大体怒らないですよね、うん、そしたらまあ怒られるってことがね、やっぱり恥ずかしいんですよね、今の時代ってね。で、それでまあそういった免疫もありませんから、ね、かわいそうですよね、うん、それにこう歯向かっちゃったりとかしちゃうわけなんですけども、はい、で、嘘ついても騙し通せるとかですね、思っちゃうんですけども、けど社会に出たらね、そんなことないんですよ。やっぱりもうみんな、ね、人のことなんて考えてる余裕なんかないんですよね、うん、そしたらやっぱそういう一つの嘘がですね、信頼を失って、責め立てられて辞めていると。まあこういった子はね、本当に今非常に多い、うん、これはね、それで済ませてしまってる業界も悪いんですけども、僕はね、こういった子たちがいなくなるようにね、そういったことを教えてあげて、ね、集団で生きていくってことはこういうことなんだよとか、ね、宮大工として成長するためには、まず人として成長しないといけませんよとかね、それを宮大工の、文科生の心得集という形で体系化させていただいて、宮大工になりたい高い志を持つ子が、で、うちで制度に行って挫折して辞めるのはもったいない、ね、だからこそこういったことを先に学んでもらって社会に出ていくと、ね、うちの塾3年間住み込みの塾なんですけども、その中でこういった人間力を上げていくってこととか、集団でやっていく時のですね、こういう勧めですよね、ここうやって直した方がいいよとかいうのをですね、実践してやっていってます。まあ、中身自体はね、うちで制度との内容をですね、踏襲してやってるんですけども、そういった内制度の悪い部分ね、そういった部分を、解決して、宮大工になりたい子が、宮大工になれるようにですね、そういったプログラムを提供してるということですかね、はい、だからですね、徒弟制度というのはですね、まあそういうことなんです、はい、ちょっとまとめますと、親方に弟子入りするっていうこと、まず一つと、
で、3年間は、でっち奉公という制度があるということですね。はい。まあ、基本的には雑用がほとんどだということですね。はい。で、あとは、自分の技を磨き上げる技術、鍛錬というのは仕事中ではなくて、基本的には仕事以外のところでするということです。はい。なので、早寝早起きっていうのもありますし、まあ、それはね、生活習慣によって変えていくという、まあ、そういった、まあ、内政のいいところもあり、そういった人間関係で苦労してやめていくっていう、まあ、そういったところがあるということですね。はい。まあ、それが簡単な内政です。またね、詳しく、うちで制度について知りたいって方は、また下の方にですね、概要欄の方に、LINE アットを、貼っておきますので、そこの方で質問を、してください。はい、また、細かい質問についても、そこで、LINE の方でお答えさせていただきたいと思います。はい。じゃあ、第1回目は、これで終わりたいと思います。はい。そしたら、ありがとうございました。